STS-134 は2011年5月に打ち上げられたスペースシャトルエンデバーによる国際宇宙ステーション利用補給ミッションである。本飛行がエンデバーの最後の飛行となった。当初は4月29日に打ち上げられる予定であったがトラブルにより延期された。スペースシャトルの最後の飛行となる予定だったが後に STS-135 が追加されたため、 最後から2番目となった。主な内容は、アルファ磁気分光機とエクスプレス補給キャリア3を ISS に取り付けることである。AAMS は半物質や暗黒物質の解明のため、宇宙船を高い精度で検出する大型の観測装置であり、素粒子物理学の発展に大きく貢献すると注目されている。本ミッションでは、船外活動が計4回行われた。 また、帰還時に ISS から分離して一度離れた後、時期宇宙機用のランデブーセンサの候補であるストロム、センサの試験を行うため、ISS に290メートルまで、再び接近する試験が行われた。また、シャトル退役に伴い、シャトルの耐熱パネル検査に使用するアブスは、ISS に残して帰還した。飛行用仮メには、ソユーズとママイナス20が、 ISS から地上へ帰還するために ISS から分離する機械を利用してソユーズ宇宙船の窓からシャトルと ISS がドッキングした状態を初めて写真とビデオで記録することに成功した。シャトルのドッキング中にソユーズ宇宙船が帰還するのは今回が最初で最後となった。括弧内の数字は今回を含めたフライト経験数。 なお2011年1月に、ケリー船長の妻であるガブリエルギフォーズ会員議員が、頭部を銃撃されて重体になったため、訓練を一時離れることになり、予備の船長として、フレドリック・スターカウが指名された。結局、ケリー船長は、飛行を行う決断をした。ギフォーズの回復は予想以上に順調だったことから、STS-134 の打ち上げを見学する、こともできた。 ありがとうございます。